ロバート・ダニエル・マーフィーは、アメリカ合衆国の外交官。1894年10月28日に、ウィスコンシン州ミルウォーキーに誕生する。1917年、在スイス・ベルンのアメリカ公使館で、外交官としてのキャリアを開始する。その後、在チューリッヒ副領事、在ドイツミュンヘン副領事などを歴任した後、在フランス・パリ総領事を経て、 ビシー政権下でアメリカ合衆国代理大使を務めた。1941年2月、アメリカ・フランス間のマーフィー・ウェーガン協定の締結を成功させた。ビシー政権の支配するフランス領北アフリカ地域は当時イギリスによって経済封鎖、貿易規制が行われていたが、先の協定はこの地域に対するアメリカからの輸出を認めるものである。 1942年秋には、ルーズベルト大統領の指示によって、公式個人施設として、フランス領北アフリカ地域に赴き、同地での活動に従事している。連合国は、同地域での地上軍上陸作戦を計画していたが、マーフィーの活動はこの作戦のために行われた、ものであった。具体的には、 アルジェリアに駐屯するフランス陸軍の様々な幹部と接触し、連合国の作戦への協力を取り付ける活動を行った。1942年11月8日の上陸作戦開始に先立って、マーフィーはマーク・ W ・クラーク将軍と共に、イギリスに批判的なフランス軍の将軍アンリジローに対し、連合国に協力するよう説得に努めた。 ジローの協力を取り付けたマーフィーは、彼の協力のもと、フランス領北アフリカ地域の総督を務める、フランソワ・ダルランを一時的に捕獲し、曲折の末、22日に至って、ダルランからの協力を公式に成立させた。ただし、軍やレジスタンスによる、フランス人同士の対立の結果、ダルランは12月24日、暗殺されている。第二次世界大戦後には、 中ベルギー大使、中日大使を務めた後に、ワシントンの本省に戻り、アイゼンハワー政権下で、国連担当時間補、政治担当副次官、政治担当次官を歴任した。この間、1956年には、初のキャリアアンバサダーズの称号を得ている。また、1958年には、大統領個人施設として、レバノン危機解決のための交渉に当たった。 1959年12月に外交官を引退した後は、ケネディ、ジョンソン、ニクソン各大統領にアドバイスを行うなどした。ビルダーバーグ会議の正式メンバーでもあった。1978年に死去。2006年には、アメリカにおいて6人の優れた外交官を記念する切手が発行されたが、このうちの一人に、マーフィーが含まれている。ありがとうございます。